皆さんこんにちは、未来です。なんか今日テンポおかしくね。はい、はい、皆さんこんにちは、未来です。今回はですね、 Get Ready With Me をやっていこうと思うんですよ。はい、まあ理由は別にないです。やろうかなと思ってやってます。でね、今日ね、あ、このメイクしたいみたいな感じのがあるので、今日はそういった感じでやっていきたいと思います。なのでダラダラ喋りながらメイクできたらいいなと思って、一緒に準備をしましょうみたいな、そんな感じでやっていこうと思います。ということで、気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。 I've been searching Follow every step, every road, every single traceの挨拶でも分かってる人いると思いますが、もちろんすっぴんでございます。今日焼け止めまで塗っている状態で、まあ最初に下地を塗っていくんですが、今回はですね、こちらを塗っていこうと思います。メイクソリューションのナチュラルスキンファンデーションっていう、これ私激推しのファンデーションなんですけど、メイク下地にも使えて、こうお肌のトーンでめちゃくちゃ均一にしてくれるんですよ。で、ね、すっごいみずみずしいので、すっごいお肌に優しいの。こんな感じでね、ピンクのやつでこういう風にお肌の内側から塗っていくわけでございますよ。すごいみずみずしくて、これだけだったらあのこれを寝たまま塗ってもいいみたいな、そのぐらいお肌の優しい下地になります。すごいね、お肌綺麗に見えるんだよね。まあ、ただね、そこまですごくカバー力があるかって言われたらそうではないので、こんな感じでね、塗っていくっていう感じ。よし、こんな感じでお肌のトーンめっちゃ明るくなってませんか。こんな感じですっごい軽いんですよ。なんかこう出かける用事がない時とかは、まあ SPF とかは入ってないんですけど、日焼け止め効果はないんですけど、まあお家でいる時日焼け止めにこれとかでもいいよね。そう、最近めちゃくちゃグミにハマってて、やだ、もう本当にダイエットしたいしたいって思ってるのにグミにはまっちゃう感じ、もう本当に悲しいです。最近好きなのは、私ね、ソーダとかあのコーラとかそういうグミがめっちゃ好きなんですよ。あ、だけどね、ピュレグミも王道でめちゃくちゃ好き。私ピュレグミの中にさ、あのジュレみたいな液体タレ、何あのほら、なんかジュレみたいな入ってるのあるでしょ、それがすっごい好きなんですよ。ちなみに今日使うファンデーションはこちら、フーミーのリキッドファンデーションのナチュラルっていうカラーなんですけど、これを使います。久々に使う、どんなファンデーションだったかも忘れちまったぜ。確かツヤ系だったよね。よいしょ、手でこうやって伸ばそう。そう、グミがめちゃくちゃ好きでね、本当皆様好きなお菓子ありますか。私はグミです。グミとかさ、あとなんかハイチュウ、メントスとか、そういうなんかソフトキャンディーみたいな、そういうやつが好きなんですよ。口にこうポッと入れれるようなやつ。だからといってカバンの中にいつも入ってるかって言われたらそうではないんですけど、食べ出したら止まらない、本当に。これはリアルテクニックスのスポンジです。あー、なんか最近食器用、これいつも食器用洗剤で洗ってるんですけど、食器用洗剤をね、レモンの香りのやつにしたんですよ。レモンの香りがめちゃくちゃいい匂いする。なんかテンション上がんな。あ、なんかこのファンデーションなかなかいいかもしれないね。なんか綺麗じゃないですか。あ、綺麗かも、このファンデーション。なんか、いや、カバー力がめちゃくちゃあるわけじゃなくて、なんかナチュラルな感じで綺麗かもしれないっていう、ただそれだけ。ここにね、シミがあるんですけど、これはまだカバーしきれてないので重ねてみよう。あ、重ねてもくれません。ということでコンシーラーをしましょうかね。コンシーラーします。今回はね、シュウエムラのアンリミテッドコンシーラー4ミディアムっていうカラーです。これを使います。あとね、このここクマも結構ひどいので、あとここね、そう、ここね、メガネをかけるようになってからめちゃくちゃここがなんか色素沈着じゃないけど、なんかこんな感じになって、すごい悲しみにふけているのですが、どうして、どうしてなんですか。けどさ、メガネかけないとさ、やっぱり見えないし、悲しみ。さて、何のお話をしようかな。あ、まさきの生態についてお話をしましょう。どういうことっていう感じなんですけど、まさきって、皆様から見たまさきってどういう人なのか、
ちょっと私には存じ上げないのですが、私から見たまさきは本当にね、アホの極みだなって、天然だなってめっちゃ思いますね。なんか、まあ、基本的にマインドとしてはまさきマインドはですね、ガッツがあるっていうか、こう男気のある感じだと思うんだけど、ところどころねめちゃくちゃ抜けてて、それがまた面白いですね。なんか、まあその男気があるっていう話になるとですね、まあ例えば、まあ本当に大したことはないんだけど、男は女を守って当たり前みたいな、そんな感じのめちゃくちゃ九州男児っぽい感じの、いや勝手な偏見かもしれないけど、そういう考え方なんですよ。なのでこう道路とか普通に歩いてると絶対こう中にね入れてくれたりとか、まあそんな感じ、まあレディーファーストっぽい感じのところはただあるんですけれども、めちゃくちゃ抜けてるのよね、本当にめちゃくちゃ天然なの。何が天然かと言いますとですね、一番びっくりしたのは、出会いが大学なんですけど、大学の時にまさしっていう人もいたんですよ。でみんな結構まさきとまさしの名前がごっちゃになって、なんかまさしをまさきって呼んでみたり、まさきをまさしみたいな呼んだり、呼び間違いっていうのがめちゃくちゃあって、そしたら次にこれを使います。キャンメイクのパーフェクトマルチアイズの4番を使います。はい、こんな感じでマットでちょっとくすみピンクなんですけど、今回はねくすんだ目元にしていこうかなと思います。一番明るいカラーをアイホール全体に入れて、まあまぶたを明るくしますよという感じで、さあ同じカラーを下まぶたにも塗ります。こんな感じで、もう囲んじゃうよ。私ねこう涙袋明るいのよりはちょっと暗めでこう引き締まる囲みメイクの方が好き、めちゃくちゃ好き、そっちの方は。そしたらちょっと縦割りのグラデーションをしていきたいので、こちらのカラーを使っていきます。これを目尻の方からシュッシュッシュッとくの字になるようにこんな感じですね、のせます。 OKOK。 そしたらですね、今回一番使いたかったアイテムがこちらです。チャララー、メイクアップフォーエバーのスターリートダイヤモンドパウダーを使っていきます。これ開けるとねルースタイプなのでめちゃくちゃ飛んじゃうんですけど、やばくない？この輝きやばいっしょ。この赤っぽいバーガンディっぽいのに青ラメが入ったルースタイプのキラキラダイヤモンドパウダーでございます。これをいくよ、てらやばめ。これをちょっとまぶた全体にさっと塗る。可愛くない？これやばくない？これ下まぶたも真ん中だけのせよう。これ下まぶた全体にのせちゃうと結構やばいので、この真ん中だけ、ここだけのせよう。これでとりあえずアイメイクのアイシャドウは終わりなので、こんな感じでピピピピとスポンジでやれば粉飛びはそこまで目立たない。そしたら今日はアイラインもしません。結構ねこう目がねこう暗い感じに今日は仕上がっておりますので、アイラインをせずにもうマスカラをね塗っていきます。ビューラーで上げます。そしてまつげをしっかり上げたらこれを使います。これ最近ねめっちゃ使ってるやつ、ヒロイメイクのカールキープマスカラベースです。これを使います。カールさせたところを中心にのせていくんですけど、こんな感じですね、適当にポイポイポイとのせます。そうそう、さっきの話の続きをしますだいぶ時間が経っちゃったけど、そうみんなまさしとまさきの呼び間違いがめちゃくちゃあったんですよ。私が超びっくりしたのは、そしたらまさきがまさしを呼ぼうとしててこうやってまさしに向かって、ねえまさきまさきって呼んでた、何あの人って、そこでちょっとえってなりましたね。だってさ自分の名前じゃんまさきって、なのに相手みんなが呼び間違えてるからっていう、そういう理由わかんない普通本人間違うびっくりしたよ本当に。下まつげも乗っていきます。
あとはね、この前ね、最近鹿児島にやっとこさね、タピオカ屋さんができたんですよ。いっぱい最近できてきてて、そのタピオカ屋さんでの出来事なんですけど、まさきがなんか、俺マジ映え写真撮れるからみたいな感じでタピオカ買って、あの iPhone についているポートレートってあるじゃないですか。それで貸して貸してって言って、こうお店をバックにこう置いて撮ってたんですよ、あれを、タピオカを。で、私ひーちゃん抱っこしてたから、で、そのままもう車戻ろうみたいな、写真撮ったら車戻ろうみたいな感じで言ってて、車戻って、なんとまさきそこにタピオカ忘れました写真を撮るためだけにタピオカ買ったみたいなね、アホやん本当にそんな感じとかね、もうこういうエピソードめちゃくちゃありますよ本当に。はい、じゃあ次は眉毛をしていきます。眉毛はね、いつも使っているものですね。こちらセザンヌのブラシ付きアイブロウの03はナチュラルブラウンを使います。あとね、まさきはねマジで本当にね、ちょっなんていうのかな、あの方はですね、見た目は大人なんですけど、中身がね、こう子供の時がありますね。最近毎日筋トレしてるんですけど、もうさっき毎日じゃないの、2日に1回とか、まあ結構の頻度で、仕事終わってからとか結構行ったりするんですよ。で、家帰ってきて、私が起きてたら全部脱いでまあパンツは履いてますけど、パンツ一緒になって、はい、じゃあ今日こうやってこうやりながらね、はい、今日はどこを筋トレしたでしょうかっていうクイズが始まりますなんだそれやつやばくない、そんな知らんかなと思う、ね、どっかさ、こうパンプアップしてるとこないみたいな感じのことちょい言ってくる、ね、子供みたいな大人です。まあそういうところもある、面白いよね、なんか変な人と思いながらケラケラ笑いながら日々過ごしておりますっていう話。はい、次に RM 系のアイブロウパウダーを使います。あと最近、あ、そう、今日の朝マジでね、ヒーが面白かったんだよね。なんかヒーがもう朝起きて速攻喉乾いてるし、速攻お腹空いてんのね、ヒーちゃんって。最近やっとミルクを終わることができたんですよ、断乳することができて。もう最近夜ご飯てかご飯だけになったんですけど、朝起きたら喉とお腹がすごいことになっていて、まあとりあえず朝起きてすぐご飯食べるんですよ。で、その時にヒーを椅子に座らせて、ぜひいただけますしてねって言って、もう結構準備とかあるから、もう朝だけはちょっと放置じゃないけど、こうご飯を食べさせておくんですよ。で、朝ご飯を食べさせてる時にいろいろ洗い物だとか、なんか保育園の準備とかいろいろしてたら、ヒーが食べ物一つ一つにバイ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 、パン一つ食べる前にバイバイ、あとはなんか温野菜みたいなの今日したんですけど、温野菜にバイバイマジでウケた、本当に一人でそれをずっとやってて、で、しかもなんか最近ね、まさきがヒーをね、なんかゲッツを知ってますか、ゲッツってダンディ坂野さんの結構前に流行ったギャグがあるんですけど、こうやってゲッツってするのがあるんですよ。で、それをまさきがヒーにめちゃくちゃ覚えさせてて、ずっともう本当に何ヶ月とかの時からゲッツめっちゃ言ってて、いや、このゲッツを覚えさせたらこの年代でゲッツできるのはヒーだけだぜみたいな感じのこと言って、本当にマジで覚えて、ヒーが最近ですね。で、今日朝食べ物一つ一つにバイ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 ってちゃんとこうバイバイってこうやってお皿に向かってこうやってしてる間、食べてる間にどこにやってる一人で、もう本当にね、朝からとっても楽しい時間が過ごせた。はい、次にリップしていきます。今回使うリップはこちらですね、リンメルのマシュマロヌックンリップスティック、なんかイントネーションおかしかったけど、の30番で、こういったバーガンディというかブラウン系のカラーをちょっとトントン塗りしていこうかなと思います。まず最初に内側にベロンと塗っちゃって、あとは指でポンポン塗っていく。アイメイク結構濃いからね、だけどリップもこう、ま、引き算なんだけど、引き算しすぎたくはない、意味わかります、ナチュラルに したくない感じ。
わかりやすくない？なのでこうやって濃い色をポンポン塗りしていきます。あ、待って、そういえばこれ言ってなかったね。眉マスカラのご紹介しなかった。まあ、いつもと一緒なんですけど、ヘビーローテーションのカラーリングアイブロウの06番ピンクブラウンを使いました。すいません、遅れました。そして次にこちらを使います。これね、名前変わったんだよね。変わったんだけど、これ昔の名前のまま書いてるから、ちょっとテロップで貼っておきます。307番っていうカラーです。なんか今日眉毛濃い気がする。気のせいかな。まあ、いいか。そういう時もあるよね。こんな感じのカラー、今日はうるうる系。そしたら次にこちら、フーミーのマルチグロウスティックシマーベージュっていうやつで、こんな感じのスティックのハイライターなんですけど、これがめちゃくちゃナチュラルで、こう内側からこうみずみずしいお肌にしてくれるようなハイライトなので、今回はこの三角ゾーンに塗っていこう。こんな感じでこことここ塗ってポンポンポン。どう？みずみずしくない？よいしょ。これ直接塗ってもね、ファンデーションがよれたりっていうのもあんまりないの で、しかもね、すごくやっぱりナチュラルだから、こうやってね、まあぼかした方がいいんだけど、ぼかさなくても全然いけちゃう。で、あとちょっとアイメイクプラスでちょっと足したいな。これを使います。これね、最近なんかいただいたんですけど、なんて読むの、これなんて読むかさっぱりわかんない。これめーま、マージーかな、マージーアナザーミーダビファーストジェルライダーっていうやつ。英語全然わかんないの、本当に。こんな感じで、なんか目頭にのせたらいいかなって思うので、目頭にのせてみよう。ここね、ここにのせよう。あ、綺麗だね。あ、綺麗綺麗、めっちゃ綺麗じゃん。初めて使ったこれ。あ、綺麗綺麗、めっちゃ綺麗じゃない？華やかさが増すね。綺麗、わかりますか、めっちゃ綺麗やないかい。マスカラ見つけてきました。マスカラデジャブのこれね、いつも使ってるやつです。ラッシュノックアウトのボリュームなんたら、ラッシュノックアウトエクストラボリュームっていうやつですね。これを使っていきます。これをまあ普通に上下ともに塗っていきます。最近ね、私ね、これ最後のトピックね、すごい眠くて、なんか本当に生理前の時はもちろんすごい眠かったんだけど、本当に異常なぐらい生理終わった後も眠くて、なんで冬が近づいたからかな。嫌なの、本当に。私はやることがいっぱいあるっていうか、やることがいっぱいあるっていうか、どん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 終わらせていきたいのに、あ、こんなことする、それが全然終わらない。だって眠いの、なんか12時前に寝てもお昼寝とか必要なぐらい眠かったり、まあ、したりしなかったりですけど、本当にね、えぐいぐらい眠いのね。なんで？妊娠とかも絶対ありえないから。あ、ちなみにね、今日使っているカラコンはポップレンズのカラコンです。スカイ、リアルスカイっていうブルーのカラコンなんですけど、なぜこれをしてるかというとですね、普通のワンデのカラーコンじゃなかった、普通のコンタクトがなくなってまだ届いておりませんので、急遽カラコンやっぱね、普通のコンタクトしだすとね、カラコンつらい。辛くはないけど、やっぱ普通のコンタクト楽だなって感じる。カラコンもね、まあ、すごいもう剥ぎ取りたいみたいな感じのこと全然ないんだけど、やっぱね、普通のと比べるとやっぱり普通の方が楽だなって感じる。はい、メイク完成です。仕上がりはこんな感じになりました。はい、以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回はね、 Get Ready With Me で、まあいろいろね、まあ
くったらね話をしながらメイクをしていったっていう感じになります。もうここまでね最後まで見てくれた人いますか？最後まで本当に見ていただきありがとうございます。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでチェックお願いします。それではバイバーイ。